まあ、ちょっとね、アナザーめっちゃ話したから、はい、ちょっと宇宙世紀話しません。定番作品になっちゃってるけど、UC、ユニコーン。ユニコーン。ユニコーン。僕、宇宙世紀だとユニコーンが一番好き。え、マジで？え、マジで。マジか。宇宙世紀、ユニコーン。圧倒的にユニコーン。でもユニコーン、まあ、そう、関数高すぎる。いや、ミーハーだと言われてもいい。俺はユニコーンが好き、宇宙世紀だと。僕、ロボット化に求めてるもの、うん、絶対的な原則があって、うん、ロボットをかっこよく見せるためのアニメは嫌なんだよ。はい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 、やっぱアニメってストーリーがあって、ストーリーって結局人間たち、キャラクターたちが生み出していくものだから、うん、キャラクターたちとの舞台装置としてガンダムとかモビルスーツがあるのはいいんだけど、このモビルスーツをかっこよく見せることから始まってるアニメは嫌なんで、まあ、あんまそんなんないけどね。あ、まあね、だからその言い方あれだけど、いわゆるこれが道具として使ってほしいんだよね、うん、いわゆるこれがメインではなくて、そこのところ考えたらユニコーンマジもう福井さん素晴らしいよ。やっぱバナージがそれこそラプラスプログラムのさ、まあ、いろんなこと感じていくわけじゃん。で最終的に宇宙も地球もジオンも連邦も関係なく、みんなのために箱を使いたいって、うん、ただもバナージがそうしたいって思ったところで一人間じゃ何もできないわけじゃん。確かに。いや、そのバナージの思いを力に変えてくれるのがユニコーンガンダム。そうだよね。そっかそっ か, だからまさにその道具としてのね、そう、まあ、道具ともどっちかでもパートナーに近かった。あ、パートそうだね、パートナーっていう考え方いいね。特にやっぱフルサイコフレームの機体だから感動してくれるわけじゃん、うん、技術力がないと動かせないとかじゃなくて、バナージの思いが強ければそれに応えてくれる機体だから。確かに、そのなんか俺もすごい好きなのが、そのやっぱユニコーンって、そのユニコーン他のガンダムであんまなかったけど、そのユニコーンそのもののこの表現って、いわゆるそのキャラクターの成長が見えるのっていいよね。なんか、ああ特に、いや、ユニコーンは特に三つどもえだと思って、いや見方ももちろんたくさんあると思うんだけど、うん、もうバナージとミレバと、まあ、オードリーと、うん、リビー、そうだね、この3人で見てて、まあ、言ってしまえばリビーは地球代表で、そうだね、ミレバは、まあ、宇宙代表 で, でバナージはどっちつかずというか、うん、中立として物見れるようなキャラクターと紹介されてて、いろんなことを経験してんで考え方変わってくる、最終的に自分が どうしたいかっていう、うん、何のために与えられた力とか立場をつかなかったところをきちんと答え出していく、あれ好き、これ好きな人多いと思うけど、エピソード5か、うん、ガランシエルとネイルアーガマ、うん、じゃあれネイルアーガマになって、ネイルアーガマになってますね、あれね、宇宙に引っ張るこれ、ね、これ聞けちまうみたいな、うん、あのシーンがね本当に好き。あれはでもバナージの集大成だと思ってるから、あれはエモいね。誰こそそうだよね、もうどうしようもないっていう状況を、ユニコーンっていう存在がバナージの思いを形に変えてくれて、そうだね、だからやっぱガンダムっていう、そのガンダムの使い方がうまいのかなっていうシーンは、いや、うまいと思う。確かにそれは面白いな。あとユニコーンもバナージも一緒に連邦とジオンとかをこう育成していくっていう構図ができたことも、それはめっちゃ面白かった。本当にガンダムって基本連邦と戦う道具だから、確かに。いや、その、なんだろうな、もう、純粋に一つの陣営属してたら、ずっとそこで戦うっていうのは基本だったもんね。なんか基本、宇宙世紀っていう世界観で。確かに。それが、まあ、勇士は確かにそこの原因には取っ払ってくれたもんね。ギルボーさんとかがさ、うん、一瞬ヘルメットに映る。ああ、そうね。ダグさんのギルボーさんね。あれが、今までこう、バナージがこう、通ってきた道筋をね、示してるかのように、もう、たまんねえって思って見てた。いや、いいね。まさに、おじさんいいんだよね、全体的に。UC ジンデマとかね、うん、そうおじさんがいいんだよね。UC はなんだろうね、なんつだろう、俺もうダグさんも好きだし、ジンデマも好きだけど、ポンロイさんとかもすごいさ、ちょっとしか出てこないんだけどさすごいいいんだよ。なんかこうね、あの人の近くにいたらすげえ安心感あるわみたいなさ。ユニコーンって何回見てるけど、うん、おじさん勢がすごい染みてくるのって、うん、ある程度もうお酒をガブガブ飲めるようになった年齢からというか、そうだ、多分ね、だからさっきの X は話じゃないけど、遡ったら、そうそうそう、多分ね、実はそこ全然なんだろうね。今の世代だから見て、その年だからあれなのかもしれないよね。最初だってもうずっともうバナージとリリーのことばっか見てたから。あ、そうなんだ。は俺多分ね、そう、これ前もないからさ、プライベートの話で言ったけど、俺主人公店で見たことなくて、まあ、ユニコーンだったらバナージだと思うんだけど、全然なんか主人公に感情移入することは全然なくて、
どちらかというとリディとかちょっと脇のキャラ、脇のキャラみたいなところでなんかこう成功がなかなかできずもどかしい思いをするキャラクターに感情移入しちゃうところ多くて、サチュー薄いんだよそう、だからちょっとゼータとかのジェリドメサに実は感情移入するとかさ、あいつついてなさすぎるよバカみたいなさジェリーがめっちゃわかりやすいわ。そうそう、でまあその流れで俺はリディにすげえ感情移入しちゃったから、もうあのじゃない、あもしかしてあれ、あの逆者見てギュネに感情移入する、あギュネ、そうわかりやすいね、ギュネにめっちゃ俺ね、あの頑張れって言って俺はあの人質自身はちょっとやりすぎだバカやめろみたいな思ったけどあのね結構そう、なんかそうギュネだね、逆者はギュネとか、あとアストナージとか、なんかねちょっと脇にいるキャラクターにやっぱ感情移入することが多くて、なんだろうね、別に主人公が嫌いとかそういうのはないんだけど、なかなか感情移入するがないから、バナージ目線であんまり見たことないかもしれない。そこ違うかもね、割と少ないかも、見た、みんなバナージは見た、そう絶対そうだね。だからあのね、あるあるなんだけど、だからゲームとかするときに全然ユニコーンガンダムとか使わないみたいなあーすごい、はい、これユニコーンばっか使っちゃったやつだいや、どっちも悪くないんだけどね。いや、でも単純にでもそこで結構見方も変わってくるんだろうなと思って今。うん、いや、でもリディ俺好きよ。リディよね。リディ。あの、もちろんみんな大好きリディだけどさ。一回見たときは結構バンシー乗るに乗って一応暴走してた時のリディと同じような目線で見てたけど、やっぱ年重ねてもう一回見ると、ミネバがこう、ね、あの、ミティとか言うシーンあるじゃん。話聞きたいと思う。人の話聞いてくれあれも目線変わるよね、本当に。あしかも結構数年単位で目線変わるよね、あいついやー、ほんとにマリーダさんの気持ちになってくるね、最後ね。あー、わかる、止める側のマリーダさんの思いにちょっと共鳴したよね。そう、するわ。ユニコーンでもやっぱすごいのは、あの期待数が尋常じゃないんだよね。僕は逆にそれとかもあんま見なかったね。あ、なんかあるじゃん、なんかこうモビルスーツ博物館みたいな感じ。あ、そう、めちゃめちゃ昔のモビルスーツ出てくるみたいな。俺やっぱその松本さんみたいにガンダム作品、あガンダムに関与ってアニメって、アニメ作品としてこうグッて見るっていうより、やっぱそのロボットアニメとか、そのこなんだろうな、いわゆる、なんだろうな、こうそれこそのパーツを重視して見ちゃうことが多くて、UC はそこがやっぱやばすぎんだよね。まあ、当時はもうご褒美だったんだよね。その毎回毎回、要は、新機体が出てこないの、基本。ユニコーン出てこないとか新機体いないんだよ、実は種類としては。いわゆるユニコーンでしか出てこないモビルスーツって、まあ、まあここにもいるけど、まあ、ユニコーンと、まあ、ディゼルとシナンジュとクシャトリアとか、実は結構本当に新機のデザインってこれぐらいで、あとは結構他のモビルスーツのデザインのリファインとか、あのいわゆるこういうモビルスーツ入れたよね、だからこういうモビルスーツいるよねみたいな感じの焼き回しがすごい多い作品なんだよ。でそれが逆にやっぱガンダムっていうコンテンツだからこそできるやっぱ荒技っていうか、やっぱ歴史が長いからこそこういうのがいっぱい出せるよっていうところを、まあ、あえてやっぱユニコーンでこう証明された部分でもあるし、今までのガンダム作品ってその例えばガンダム、機動戦士ガンダムはザクです、はい、ゼータガンダムは、まあ、ちょっとこれちょっと極端だけどハイザックです。で逆者、まあ、ダブルスは一回置いといて、逆者は、まあ、あのギラ動画ですみたいな、この時代のモビルスーツはこの時代のモビルスーツしか戦ってないみたいな固定概念って結構あったりしてて、まあ、もちろんゼータとかにもちょっとザクミが出てきたりすることはあっても、そのちょっとサポートとかちょっとレベル出てくるとか、そういうなんか使い方としては、まあ、そのメインでは絶対使えることはないんだけど、ユニコーンでするわったらはとにかく歴代 の, その宇宙世紀の、まあ、0079からこの93までのいろんなモビルスーツが今のこの96年という時代になってもちゃんとまだ戦えるっていう、あの舞台設定を作ったってことが本当すごいことだなと思ってて、要はあの特にあの重力のイベント、そこでってあのシャンブルが出てくる回って、エキスの方かな、そう、あれがまあモビルス博物館って言われるんだけど、まあ、あのジオン残党軍っていうのが古い機体で戦うしかないから、まあ、いわゆる昔使ってて、だからもう一年戦争時代のモビルスで、要はそのね、あの連邦側のね96年代のモビルスと戦うっていうところが結構エモいんだけど、でも連邦側は連邦側でやっぱりその、まあ、時代的に戦争がない時代だから、そのモビルスーツがちょっと古い機体しかちょっと実はない基地ですみたいな、というなんかお互いの懐事情が、あの当時みたいな戦争っていう形で最新機体バンバン出しますよって世界観じゃないからこそ、まあ、いろんなものをこう出してくれるおかげで、もうこのね、あのいわゆる夢のドリームマッチがこう両体で繰り広げられるんだよね、ガンダムさん。そこがもうね、俺はもう何だろうな、涙流してみてたね、ほんと感動して。今までこう
宇宙世紀サーガを見てた人たちへのそう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 、だからあのガンダム、もちろんユニコーンすごい好きな作品だけど、最初1回目の初見の時って全然そのストーリーとかには全然重視してみたいって、もうモビルスーツが動いてることにありがとうございますありがとうございますっていうのをずっと見てたみたいな。言い方悪いかもしれないけど、ヒーローショーに近いか。そう、あのそう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 あのそう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 、あのヒーローショー本当にもうあのモビルスーツがこの数コンマ数秒動いただけでも奇跡なのに、それがこの機械と戦ってるっていう奇跡みたいなさ、はあ、夢のベストもうドリームマッチがこう秒単位で繰り広げられるのが、まあ、1回だけじゃなくて何回も行われる、これがユニコーンにしかないアイデンティティだから、そこは好きかなやっぱり一番。あとはね、やっぱその、まあ、そこのまあベストマッチが一番好きなのは宇宙船で最終決戦あるじゃん、そのネオジオンとあのネイルアガマ隊が最後決戦して、フルアマユニコーンが戦ったやつ、そう、あの最後援護しに来る、うん、あそこの戦いがマジで好きで、結構重力の演奏そこも好きなんだけど、あれはなんとなくありそうだなっていうところもありそうっていうか、構図としてまあよくありがちなんだけど、その宇宙での戦いで、まあ、最終決戦の中でそのネイルアガマ側はさ、もう何、連邦もジオンも関係ない寄り合い状態になってるからさ、その味方にギラズールがいたりとか、うん、エモいよね。そう、あれがマジいいのよ。路角とかじゃなくて、要はその人員を垣根をこう飛び越えてモールズが出てるのはジオン兵だもんね。そう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 、でまあそこでもう手を取り合ってるところも最高にエモいし、でまあその中に結構そのモビルスーツが、まあ、そのギラズールがいて、まあ、ジェガンもいてて、そこの並びだけでもご飯お腹いっぱいでとかなんだけど、ちょいちょいそのネイルアーガマにおそらく搭載しててであろうそのメガバズーカなんちゃとか、その過去のそのいわゆるガンダム作品に出てきてたその武装とかあのアイテムとかをまあ最大限活用して戦うわけよ。メガバズーカなんちゃおそらく固定砲弾になってるけど、おそらくネイルアーガマってもともとね100種とか積んでたから、まあ、かなり利用したんじゃねえかなっていう、そういうのを全部組み合わせてもっとより良い状態のあの連邦側のサイドの舞台を組んでるってところが、俺はすげえ、あ、いいなって思ったし、で、ネオジオン側はネオジオン側で、あの結構俺すごい好きな機体がさ、ヤクト動画。ああ、わかるわかる。ヤクト動画わかる。ヤクト動画。まあ、これはもう知ってる人もほとんどいるんだけど、そこのところにヤクト動画が出てくるわけ。その UC で。で、そのヤクト動画のその戦いが、まあ、ファンネルを使えるのよ。で、まあ、このパイロットっていうのが UC のアニメーション上では出てこないんだけど、まあ、ファンネルが使えるエースパイロット、名もなきエースパイロットがいるっていうのがユニコーン結構多くて、ユニコーン第1話でもさ、スタック時間乗ってる人めっちゃ強いみたいなのがあったりする。結構そのユニコーンってバナージがめちゃめちゃ強いとか、リディがめちゃめちゃ強いとかじゃなくて、結構一般兵がしっかり強いっていうのがすごい演出ですごい好きで、でその中でヤクトとか結構強いパイロットを一つ乗ってんだろうなって思わせつつ、最後にその壊れてんのよ、実は一部、うん、で片手がね、あのギラ動画の腕になってる、その出てくるヤクト動画、はいはい、でこれはその逆算するともともとクエスが使ってたヤクト動画と破損箇所が全く一緒で、はあ、で蓋を開けると実は破損したクエスヤクト動画は実はそこで使い回されてましたっていうのが公式見解になってるっていう、はあ、エモ、やば、歴史を感じるね、やばってなんだよね。だそういうのが多いんだよ UC って。なんかこうちょっとさっきのメガバズーカなんて積んでましたとか、クエスのヤクト動画は実は使ってましたとか、キャーってなんだよ。クエスのヤクト動画はえぐい。知らなかった。知らなかった。そうそうなの、あのね、そうなんだと思った。あのちょっとしか出てこない、本当に一瞬しか出てこないヤクト動画なんだけど、パネル使って相手こう何こう圧倒してるヤクト動画一瞬出てくるんだけど、パンピーが乗ってるヤクト動画なんだけど、クエスのヤクト動画。エモいね。いやエモすぎて、いやユーシーそういうのばっかなんだよ、すごいもうずるいよと思って。あ、それそこまで見れたらすごい楽しいだろうね。ユーシーって物語も普通に面白い、ガンダム知らなくても面白いじゃん普通に。その中世紀っていうストーリーが分からなくても、まあ、そのそれこそ逆者じゃなくて映画単位で見れるし、見やすいし、絵も綺麗だし、ね、あの演出も最高だしみたいなとかなんだけど、本当に綺麗だなガンダム特に中世紀のね、なんだろうな、1作品を積み上げれば積み上げるほどなんかそのバイバイゲームが始まるような作品だから、そこがやっぱ UC すげえとこだなと思う。なんかある意味宇宙世紀の総決算って感じがして、そういう目線は新鮮かもしれない。そうストーリーとかキャラクターばっか売っちゃうから、俺もだから逆にメガばっか見てるから、松本が言ってたそのキャラクターの見方とかそういう目線ではあんま逆見ないから、あ、そっか、そういう見方あんだなと思って。宝坊つうわけで今回は
まあ、ガンダム振り返りということで、もう喋れないことを徹底的に喋るっていう内容でお送りしましたが、お疲れ様でした。あれ面白かったね。面白かった。うん、これが皆さんが見て面白いかどうかは分からんけど、分からんけど、本当すいません。喋りたいことは喋ったと思う、本当に。いや楽しかった。いやでも本当面白かったな。いやダブルは絶対見よう。もう一回。でもね、まあ今回はね、その水星の魔女がねついに来週から。5年ぶりだよね、オールフェンズ祭りだから、待ちましたよ、オリンピックで待ちましたよ。オリンピックで待つっていうか、本当オリンピックだよね、だからもうね、あれだよね、祭典なんだよね、ガンダムが始まるっていうのは、本当に。そうね、いいよね、周期周期で来て、もうエヴァンゲリオン終わっちゃったからさ。そうね、松尾さんもうエヴァンゲリオン大好きすぎて、新エヴァ終わった後、マジで人間やめちゃってて。俺、真っ白だったね。まあ、エヴァに比べれば、5年。まだなんてことないっすよ、まあね、なんならね、完全が新作ガンダムじゃなくても、まあ週ね、年ごとでね、いろんなガンダム作品出してたりするからね、ガンダムは。まあね、それがね、ついに、まあ、はい、2日の、まあ、午後5時、日曜日ですね。来ましたよ、この時間帯。いや、暑いね。日曜5時ってあれっすよね。神作品が放送される時間だと思っている。そうね、コードギアスとかね。そう。なんだろうね、やっぱこう、夕方5時帯にやるってさ、何がいいって、深夜帯だとなんかこう終わった後にも寝るしかないみたいなパターンが多いけど、夕方にやるとこの後のこうなんかこう晴れやかな気持ちで、ね、この残りのね、このナイトタイムを過ごせるっていうのはすごい、18時間ぐらい幸せな人生をね、そうこと生きるからね。そうだ、その後飲みとかするんだったらさ、友達と飲み会しながらさ話でもできるしさ、ね、いいね、ツイッターとかでもさつぶやきやすいしさ、いやいい時間帯マジで。ぜひ、ね、ちっちゃい子供たちにも見ていただいて、ガンダムというコンテンツに入ってもらいたいね。そうね、頼むのともみこを早く出してくれ。生きててくれ。そう、のともみこさん、違う、スレッタのお母さんね、スレッタのお母さんが ねまだね生きてるかどうかちょっと不透明なので、ね、今この時点では現状わかんないからね。キャストにはまだ載ってないもんね、公式サイトには載ってないんだよね、本編の方にはね。いやー出るかな、やべ。やばい、やっぱあれだね、プロローグの時絶対伝えとくべきだったわ、のとまみこさん出るよって。失敗したわ。心臓バクバクしてる。やさあ、というわけで、はい、まあ、本日の配信はこれ以上で、これで以上とさせていただきますので、はいはい、またね、来ると思うので、ニーズというかお呼びがあれば、うん、はい、もしね、ガンダムオタクじゃないからね、このトーク内容ちょっと面白いと思った方はぜひコメント入れていただければ、多分もう一回来ると思うんで、またね、オタクトーク。なんで喋られたの急に。はい、もうこれっきりしか出ねえよみたいな感じでやめろよ。で今回の、まあ、これのテーマとしてはね、本当にどう僕だけで喋ってもこう盛り上がらない、盛り上がりきらないっていう可能性があるから、見明かしだから僕は今回、まあ、そこはね、そう、あと全然見方とかベクトル考え方が違うから、まあ、こういうねトークをちょっともう一回やりたいなとまた思ってますので、ぜひね、興味ありましたらぜひコメントでね、やってほしいって言っていただければやりますので、お願いいたします。というわけで本日は以上となります。また、お会いできればなと思います。チャンネル登録、高評価ボタン、何卒よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。